カオルさん、シェフィールドユナイテッドから開始早々悪質ファールを食らってしまう。28に行われたプレミアリーグブライトン対シェフィールドユナイテッド戦は波乱の幕開けとなった。試合開始後間もない前半13分、シェフィールド所属のメイソン・ホルゲートがブライトン三笘薫に対する危険なファールで一発退場となった。一連の流れと怒り心頭のみんなの反応がこちら。うわあ、これは痛い、ふざけんなよ、悪質すぎやろ、余裕で赤。悪質すぎるタックルレッドカードは当然三笘が大事に至らなくてよかった。三笘の削られ方エグすぎるはレッド当然だし5試合くらい出場停止してもいい。やっと復帰したんだから三笘選手に怪我させたら本当怒る。そりゃ VAR 介入して OFR でレッドになるよな。三笘無事？三笘怪我すんなよ。三笘頼むからもう怪我しないで。明らかに削りに来ててみるのしんどいわ。よかったー。よかったー。無理しないでくれ。走れてるなら大丈夫か。早く点取って交代しよ。シェフィールドマジで何やってくれてんだよ。あんな危険なのは久しぶりに見たわ。シェフィールドは毎回これだな。ホルゲートはボール見てないしほぼわざとだと思う。一歩間違えれば選手生命に関わる大怪我やぞ。愛する三笘が削られたからデゼルビ絶対怒ってる。なんならチーム随一の高額売却予定選手でもあるからオーナーのトニーブルームまで怒ってるに違いない。三笘怪我なくてよかった。本当に。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。